してこちらが上流の方向になります。かつてイギリスからの入植者たちはだんだんとこの山川を遡るようにして対策を進めていたのです。とこれには驚きます。かつて2000日に渡るためのこの橋の名残だと思いました。1980年代まではこの辺りまで水があったと言います。だからこの橋があったんですね。そしてこの橋と同じ高さのやはり橋の名残はここに転げられておりますけれども、水位が高かった、そしてだんだん水位が下がったために階段が作られました。そしてフラットな落ち場からさらにまた新たにこの階段が作られて、かなり水位が下がっているということなんですね。実は明日ですね、この山川をずっと上流に遡りまして、この大干ばつの模様がどんな風に広がっているのかを取材していきます。これを明日お届けしたいというふうに思っています。それではスタジオの菅野さんにマイクをお返しします。どうなっていくのかお伝えします。Thank you.